皆さんこんにちは、ペツでございます。ワールドスタジアム3ね、今日もやっていきましょう。ジャイアンツとの3割目でありますね、阪神巨人10回戦、タイガース梶井さん、ジャイアンツは斉藤正樹さん、明日は多分チュさんかな、これだとね、スタメンね。あー、ジョンソンさんがえらい落ちたな、急に。新庄さんが絶好調、檜山さんがね、いいからね、太陽さんがなかなかこれのところがあるんやけどね。まあこれでいこうか。試合開始でございます。タイガー選抜川尻さんね。さあライトへ、取れない、ツーベースヒット、いきなりライトオーバー。ノーアウト1・3塁、カジーさんいきなりピンチ。併殺崩れ、併殺間、併殺の間に1点入りました。まあそれで良かったんかもしれんね、これやった。うわあ、すごい当たり、宇宙艦。清原さん右打ち前からね。で5番は、あ、ヒロさんだ。ヒロさん打ち上げた、センター新庄さん掴みました、スリーアウト。ジャイアンツヒット2本、足がかりに閉鎖その間に1点取りました。やっぱり切れんかった。ああ。セカンドゴロ、そして文心君も調子を落としてるんだね、クリーンナップが軒並み。さあこれはいい当たりだ、左中間、セーフ、スリーベースヒット。ジョンソンさんもいい当たり、センターの横、右中間への当たり、タイガース同点。そしてブロワーズさん、三塁線フェア、抜けていく、これも長打コースになる、逆転。今こそも落ちてんのよね。打球の行方にはくれぐれもご注意ください。これはセンター前に落ちるのか、落ちる。さあブロワーズさん三塁を待った、ホミン3点目。さあ強引に引っ張ってしまった、打ち上げた、これは吉野さんへのフライ、スリーアウト。さあタイガース1回の裏逆転しました、3対1としました。今日は6番に吉野さん、これはちょっと甘く入ったけどもセンターフライ。ピッ
チャーゴロー、スリーアウト。ドボールやな詰まっちゃいました。あ、いっぱいや。三遊間ショート深い位置、川合さんナイスプレー。一番センター新庄。ああ、せやね、こっから逃げていくか入ってくるか2択になっちゃう。詰まった。タイガース、この回は三者凡退。ショート、ハーフライナー。これ最初ね、見事なライトオーバーでしたね、右打ちの。見逃し三振。これは飛び、あー取れない、飛びすぎかと思ったんだよね。さあ、そしてこの松井さんのね、警察の間にジャイアンツが先制したんですけど、今度は先は空振り三振。タイガースは2番の坪井さんからですね。引っ張った、これはライトの前へ落ちる、ライト前ヒット。盗塁成功。さあ、独走体制入るか。ちょっとつけただけ、しかし伸びる伸びる伸びる、入った。文心くんバックスクリーン右飛び込む34号ツーラン。5対1となりました。ジョンソンさんも快音残した。あ、しかし吉野部さんダイビングキャッチ。サードフロアーズ、センターへ、センター前落ちる。今岡さんの当たりは、うん、センター前連続ヒット。山さんセンターオーバー、すごい打球。さあ、ランナーは1人帰ってきた。6対1。ピッチャー強襲、センターへ抜ける当たり、1、3塁、7点目入りました。キャッチャー投げれない。ファースト後方、あ、これは、あ、清原さん取りました。上がりすぎやね、追いつくんじゃないかな。あー、危ねえ。センターへ抜けるか。あー、内野安打になる。8点目。おーっと、待って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 、勝手に走ってた。
もこのコントライヤーしかし5点取りました。8対1、内角球打ち上げてもここまで飛んでいく清原さんの打球。ファースト間に合うか、間に合った、ブロアさんナイスプレー。今度は見送ってボール、カルビー三振、ジャイアンツ4番からの攻撃、三者凡退。バットの先端でうまくコントロールしました、ライト前ヒット右中間、伸びる伸びる伸びる、フェンスダイレクト、スリーベースヒット、9点目。フィルダースチョイス、セカンド弾いた、投げられない、10点目。ここで斉藤正樹さん諦めました。ピッチャーはイリキ弟さん、飛びすぎか、飛びすぎた。あは、全然タイミングが合わなかった。高々と上がった、これはこの距離でタッチアップ無理やな。山田さんは引っ掛けました、ショートゴロ、スリーアウト。タイガース今回2点追加、10対1になりました。打ち上げましたライトへ、これも間に合いました、サードゴロ。取れない、センターの前に落ちるヒット。打ち上げました、センターすでに新庄さん楽天、スリーアウト。さあ川尻さん、初回の失点以外は念頭ですね。今日は川尻さんのヒット、いやちょっと早いんやな今度は。これは、あ、上がんない。
6回の表ジャイアンツは上位打線になります。2番の河合さんから今日はヒット2本。さあ3本目なるか、しかしこれは飛びすぎ。サイドの球をうまくさばきましたけども、この伸びがないセンターフライ。取れない。ツーベースヒット。ボール球を振らせました。そしてインサイド、チャウト、スリーアウト。タイガースは3番の文心君からですね。さあツーベース出れば長期ながらサイクル。あ、上がりすぎたか。ジョンソンさん追っつけた。あー、これは上がりすぎやね。レフトフライ。ツーレッツはファーストゴロー、スリーアウト。6回の裏タイガース三者凡退。セカンドゴロね、2球目引っ掛けました。センター新庄さん。レフト前ヒット。さあ代打広沢さんがいたね、そういえば。セカンドゴロ、あ、ショートゴロ、スリーアウト。ラッキーセブン、ジャイアンツランナー出しましたけども得点なりませんでした。タイガースは6番の今岡さんから。さあピッチャー誰出てくるの。西山さんか。西山さんの方が打ちやすいんやけどね。ピッチャー西山。あー、インサイド結構曲がんな。さあ、うまい。落ちる。左中間伸びる伸びる伸びる。ワンバウンドディフェンス。さあ今川さん三塁も回った。ホームイン11点目。檜山さんのタイムリーツーベース。1、2塁間抜けていく。檜山さん三塁ストップ。あー、和田さん行こうか。さあこれで、右打ちをすれば。ボテボテのセカンドゴロ、フィールダースチョイス、ホームセーフ。
新庄さん一発欲しいな。カロイ三振つられた。ホミさあ、文心くんね、先ほども言ったようにツーベース出ればサイクルヒット。14点目。さあレフトへ、レフトオーバー、ツーベースヒット。これはセンターへ行ってしまった。センターフライで3アウト。ようやく阪神の攻撃終了。5点追加、15対1。この前弓永さん投げたからね、松森さんでいいや。松森さん行きましょう。ピッチャー伊藤。ピッチャーゴロね。2番ショート河井、泳いで打ちました。セカンドゴロ。3番センター、松井さん今日ノーヒット。松井引っ掛けた。これもセカンドへのゴロで3アウト。ジャイアンツ三者凡退。タイガースは6番の檜山さん、あ、檜山さんじゃない、今岡さん。6番今日猛打賞。今岡弾いてセンターへ抜けていきました。三沢さんか、あ、やったピッチャー三沢、通り成功。あっちゃ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 完全に打ち損じ。タイフさん行きましょう。あー引っ掛けたもっと待ってね、流すような感じで打たなあかんねんけどねはい、ということで、8回の攻撃は0点。さあこのまま今日はそうやね、皆川さんに締めていただきましょう。ピッチャー弓永、右打者がこれが打てないんですね。おお、清原さん打った。センターオーバー、ツーベースヒット。あれはここまで持っていくか。軽い三振、あと2人。6番ファースト間に合った。ツーアウト。7番レフト清水。ライト檜山さん掴んだ。ゲームセット。試合終了でございます。15対1ですね。最近2桁得点が続いてるのはすごいな。阪神タイガース
はい、ということで、19安打15点ね、まあまあ効率良かったですね。勝ち投手川尻さんね、負け投手が斉藤正樹さん、ブチ君に34号が出ております。他球場スワローズ競り勝ちました。また山本一樹さんで勝ってんのね。あ、大魔神で負けてる。で高須さんセーブね。で、もう一試合はドラゴンズ武田さんが勝利投手ですね。山本一樹さん名前は覚えてるけど顔が出てこないな。はい、ということで、カジさんがね、負けなし10勝目。清原さんが猛打賞やったよね。で、こちらは、そう、今子さんが4安打ね。新庄さんが5の1か。またちょっと打率下げたね。鉄ボイさん、文心くんが、猛打賞。で、ジョンソンさん、ブロワーズさん、檜山さん、山田さんがマルチというところですね。檜山さんも打率だいぶ上がってきましたね。ということで、ね、ホームゲームで快勝のタイガースね、まだ残り3連戦2戦残してますね。お楽しみにしておいてください。それではさよなら。